言、世界一の交通安全都市東京を目指して、光が丘の街から交通事故をなくしましょう。令和元年9月7日一日警察署長、是永ひとみ。夜間の運転だったり、見通しの悪い交差点だったりはもう本当にいつも以上に気をつけて運転はするようにしています、はい、あとは後部座席に乗る時もしっかりとシートベルトはしっかりとするようにということは心がけています。はい、ありがとうございます。はい、世界一位というのはすごく難しいことで、なかなか取れるものではないとは思うんですけど、やっぱり一人一人の心がけだったりもとても大切なことにつながっていくと思うので、世界一につながっていくと思うので、皆さんルールを守ったり思いやりだったりも事故をなくす一つ第一歩だと思うので、私も一緒に、ルールだったりをしっかり守っていきたいと思います。皆さんも一緒に頑張って世界一を目指しましょう。こんにちは、是永ひとみです。光が丘警察署にて一日警察署長を務めさせていただきました。今日は暑い中、本当にたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しかったです。また、私自身もセーフティーサポートの車に乗れたので、実際に恐怖を体験できたりとか、ちゃんと車を持った時にセーフティーサポート付きの車を買おうっていう風に感じました。交通事故はいつどこで何があるか本当にわからないので、私も気をつけていきたいと思います。以上、是永ひとみでした。